はい、こんにちは。手持ちのツーンをすべてやり終えるまで終われません。やっていきましょう。ということでですね、ベイマックス 2.0 横ライン上にツーンを消すよということで、 1.0 と比べたら相当バージョンアップした感じのベイマックスですよね。でもこれってよく見ると、ベイマックスの作品自体をですね、これまた見たことがないんですが、よくよく見てみると赤のなんかね、装着物にベイマックスがカチャッとなってる、ただそれだけっていう感じの見え方ですよね。ということで見てみましょう。おお、かっけー、なんかキャノン発射した。ちょっともう一回見たい。いける発射ドーン。いやー、なんか撃たれたらなんか死んじゃいそうですね。何そんな感想っていう感じなんですか。はい、よし。でね、ミッションがワンプレイでマジカルボムを11個消さなくちゃいけないっていう、ちょっと厳しめのちょっとやつなんで、どんどんねやっていきましょう。はい、お、いけるか。あ、じゃあ逆、あ、なんでそこで途切れた、いやー、これね、時々ね、そんなそこで区切るつもりなかったのにっていうところで区切れてしまいますよね。さあ、もう一回行きましょう。発射する前に、よし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 、あ、いけそう。あ、いけましたね。ちどん。はい。ということで、また怖がらせやサリーもいますし、ほい、さらにタイムも上がった。やったね。久々にコインが稼げそうですね。まだ1月の31日に収録をしていますんでね、なんとかコインを貯めて、ちょっと最後に1回くらいガチャを引きたい、ね、ちょっと日付が変わる前にガチャを引こうと思ってね、もううわっさーってね、23回分くらい一気にね、さっきやってたんですけどね、まあもう何回も引いちゃったんで、大したあれはね、なかなか手に入らないんですけど、まあどうせならね、ちょっともう1回くらい引きたいね。さあ何コイン稼げる。24コイン。65ってことは、あと、まあ、35のミッションとかができればなんとかなるところですかね。はい、ということでベイマックスはキャノンを発射して横上のラインにツムを消すという、そんなスキルをお持ちの素晴らしいロボットでした。ということでまた次回お会いしましょう。では。